何俺の視界に勝手に入ってんだ。あ、すいません、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、消えろ。すいません、ごめんなさい。あ、こうなるよね、こうなりますよね。あ、おお、花垣、キャマさんか。この間までのことは水に流そう。はい。水に流すんじゃ。今までのことはな、これからのことはまだ何にも言ってねえぞ。清正、てめえどの面下げて集会出てんだ。特服脱げ、うちにはいさせねぞ。空気が今日集まったのはメビウスの件だ。うちと構えりゃでけえ構想になる。聞いてるやつ見るかもしんねえけど、パーの親友がメビウスの幼いと揉めた。もう私たち、あ、お前は俺対マンでしょ。女だろうが一般人だろうが平気で傷つける。そんなん俺らの知ってる喧嘩じゃねえだろ。で、パーはどうなの？やんの？メビウスはでけえし、うちも足らしゃすんがない。みんなに迷惑かけちゃうから。そんなこと聞いてねえんだよ。やんの？やんねえの？やりてえよ。あいつらぶっ壊してやりてえよ。だよな。なあ、こん中にパーのダチやられてんのに迷惑だって思うやついるか。パーのダチやられてんのにメビウスにひよってるやついるか。んなやついねえよな。決まりだ。メビウス潰すぞ。7月13日、武蔵祭りが決戦だ。